ぬん、おしのこのこのここしたんたん。おしのこのこのここしたんたん。おしのこのこのここしたんたん。ということで、昨日放送されました、おしのこ2期第1話の感想をお話ししていきたいなと思うんですけど、今期2024年夏アニメ、巷ではですけども、もう推しの子一強なんじゃないかと言われておりまして、まあ私が見た限りなんですけどね、もう一強やっていうだけじゃなくてですね、もうなんならもう推しの子しか今期見る作品ございませんと、もうそれぐらい言われている、期待されている推しの子2期なわけでございます。まあ一期去年放送されておりましたけども、もうバズりにバズり散らかしましたから、まあそれほどの期待がね、かけられるのもわかるなと思う次第でございますが、そんなもう世間から期待されまくっている推しの子第2期第1話を視聴して、私が思ったこと、面白すぎる。いやもうめちゃくちゃ面白かったなというところで、もうあっという間でしたね。もう終わったみたいな。エンディング早っていうぐらいですね。いやめちゃくちゃ私自身も、まあワクワクしながら視聴していたなと思った次第でした。で、まあ面白いなっていう感想もいただいたんですけども、それと同時にですね、今回の第一話に関しましては、めちゃくちゃわかりやすいなっていうところを、感じた次第ですね。まあそれは、まあキャラクターがですね、結構説明口調で状況を説明していたからっていうのもあるかと思うんですが、ただその説明口調がですね、全く作品の面白さを邪魔していなかったなっていうのは、感じた次第でしたね。で、今回の第二期なんですけども、何やるかっていうと、2.5 次元の舞台を軸として物語を展開していくっていう形なんですよね。で、それをやるっていうのを、まあ、第1話で、まあ、すごく丁寧に説明したいかなという、印象がございまして、まあ、そもそも 2.5 次元の舞台ってこんな感じなんだよっていう、説明があったりとか、まあ、舞台ですよね。もう 2.5 次元に限らず、舞台ってこういう風に裏ではですね、進んでるんだよっていうような、説明なんかもね、あったかと思います。なので、私とかね、2.5 次元の舞台とか全く触れたことないんですけども、まあ、そんな自分でも、あ、こんな風に作品でできやがってるんだっていうところが理解できたんじゃないかなと思いましたね。で、さらになんですけど、その推しの子2期で何をやりたいのかっていうところもしっかりと提示されていたんじゃないかなと思いまして、まあまずはですね、ずっとやってますけども、アクアの復讐ですね、あ、ここもやっていきますよっていうのが、提示されておりましたし、黒川茜 VS 有馬からですね、ここもまあ結構火花散るんじゃないかなっていうところを感じました。まあそれは役者としてもあると思いますし、まあ恋愛っていうところもあるかと思うんですけども、この二人ぶつかり合うんだろうなと。じゃあこの二人の間に、アクアがね入ることによってこの3人の人間関係、そこから、この3人全員成長していくんじゃないかなっていうところで、推しの子2期で何がやりたいのかっていうところがめちゃくちゃ分かりやすく提示されていたんじゃないかなと思いましたので、もうスッと作品に入ることができたなという印象がございます。なので冒頭でですね、めちゃくちゃ面白かったですっていうことをお伝えさせていただいたんですが、この単話だけでめちゃくちゃ面白いというよりかは、推しの子2期ですね、こちらがめちゃくちゃ面白くなりそうだなっていう期待値、さらに上がった、第一だったんじゃないかなと思った次第でございました。ほんでですね、物語の面だけでも面白いなと思いながらね視聴していたんですけど、やっぱアニメーションですね、ここが素晴らしかったなというところで、いろいろなところでですね丁寧に作り上げられているなっていうのは感じる次第なんですけども、まあ、特に素晴らしいなと思ったのはもうダイナミックさですね、その迫力が素晴らしかったっていうところで、その絵だけでももう作品に引き込まれるというか、まあ、心持ってかれるなっていうような見せ方あったんじゃないかなと思っていて、それがですね、有馬かなと、その今回東京ブレイドでしたかね、その 2.5 次元の舞台やるんですけども、その作品の主人公が、その稽古でこう、掛け合うっていうシーンですね、あそこの絵の迫力すごかったなっていう、ところで、まあ、有馬かなっていうのは、まあ、過去のね、経験からですね、まあ、アクアが今回説明してましたけれども、周りに合わせるような演技をするんですよね。そんな有馬かながめちゃくちゃ演技力高いやつと掛け合うことによって、そいつに合わせていくわけですから、有馬かなの演技ももうものすごく跳ね上がるっていうところが、まあ、今回ね、描かれていたんですけど、その二人の掛け合いの時に、なんかそのペンキが塗られるみたいな描写があったかと思うんですね。有馬かなはオレンジ色やし、で、主人公のやつは水色やしっていうところで、お互いがお互いの色をこう塗り合うっていうところで、まあ、切磋琢磨しながらですね、お互いを高め合いながら演じてるんだよっていうところもわかりますし、そのオレンジのね、有馬からのペンキの色が黒川茜にシャーって塗られまして、で、主人公の水色のペンキがですね、アクアにシャーって塗られるっていうところで、周りのみんなもこう感化されているというか、周りのみんなも空気を作り上げられていってるっていうのも、もう一発でわかるんですよね。で、あそこのやっぱペンキの演出っていうのはもう絵のダイレクト感っていうところで、
心がギュッと引き込まれるっていうのもありますし、その場の状況をですね、めちゃくちゃ分かりやすく説明してるっていうところで、まあ、ここもですね、第一話の分かりやすさっていうところに繋がってくるんですけども、わ、素晴らしい見せ方だなと思った次第でございました。そんな推しの子第二期第一話なんですけども、まあ、そのアクアの復讐であったり、まあ、三人の関係性、人間の成長っていうところもあるかと思いますが、さらに描いてくるのが、脚本面ですね。ここが、いや、めちゃくちゃ楽しみだなと思いまして、まあ、今回黒川茜がね、やってるキャラクターなんですけども、なんか原作とちょっと違うみたいなね、展開があったかと思います。今回、舞台でやる東京ブレイドは原作があって、それを元にしてね、舞台化してるんですけども、やっぱ舞台化するってなったらですね、まあ、尺の関係とかあるわけですよね。これアニメも同じですけども、尺決められてるから、まあ、全部やってたら時間ないわけですよ。なので、舞台に落とし込んだ時に原作の良さをより伝えるためには、ちょっと原作を変える必要があるというところで、黒川茜が担当するキャラクターの性格がねちょっと変えられたみたいなところがあるんですよね。で、黒川茜っていうのは分析をして演技をするタイプやから、その変えられてしまうと分析する材料がなくてなかなか演技するのが難しいというところで悩んでいたんですが、まあ、アクアのね、まあ、強引さがあってですね、脚本家の方に意図をね聞くっていう展開になりまして、で、まあ、こうこうこうだから変えたんだよっていう、まあ、舞台やったら時間限られてるから、こういう風にしました、黒川茜のキャラクターは舞台装置なんですっていうような、説明があってですね、まあ私としてはすごく納得したんですね。ああ、なるほどと。あ、そういう意図があって原作改編したんだ、みたいな。で、ただただ原作通りやるだけやったら脚本家いらんから、みたいな説明ありましたけども、まあ確かになぁと思いながら、そこでは私、腑に落ちていたんですよね。で、最後の展開なんですけども、やっぱここがね、推しの子の強いところやなと思いますか？原作者さんがこうやってきたんですよね。で、まあ、稽古の風景なんかを見て、役者さんの演技すごいですね、みたいなことを言ってるから、あ、納得してんのかなと思いながらね、主張していたわけですよ。で、黒川茜も、あ、今回のその舞台の脚本ちょっと気に食わんけれども、まあ、でも原作者さんがオッケーしたんだろうな、みたいなこと言ってたんで、原作者さんも、ま、喜んでるんやろうな、とか思いながら見てると、もう最後ですよね。脚本ちょっと変えていいですか、みたいな。言い始めて、どこですか、みたいな展開になった時に、もう最後ですよ。全部で終わるという、ここのやっぱの引きの強さですよね。めちゃくちゃ気になるじゃないですか。全部かーいっていう、気になる終わり方をする推しのこの良さで出ていたと思いますし、この原作改編に対する原作者さんの気持ちですよね。あ、これを描いてくるんやっていう。ところで、もうワクワクが止まらないですよね。で、この展開を見てですね、やっぱ推しの子って持ってるなって思ったというか、運がいいよなってすごく思ったんですけども、売れる作品って中身が素晴らしいっていうのはもう当然あると思っていて、推しの子の第一期も中身が素晴らしかったからこそ、あれほどバズったんだと思うんですけども、でも、運っていうのも私は大事かなと思っているんですよね。ほんで今回推しの子の第二期がですね、その原作改編みたいなところに触れるわけじゃないですか。原作者さんと、まあ、脚本家さんっていうところの、まあ、いろんなあれこれをですね、描いていくんじゃないかなと。思うんですけど、これめちゃくちゃタイムリーじゃないですか。昨今ちょっと騒がせたね、脚本家さんとね、テレビ局さんの、まあ、問題なんかもありましたし、我々アニメオタクからすると、前のクールですよ。2024年、春アニメほんまにね、1週間、2週間前ですけども、響けユーフォニアムというね、作品、第12話で、もうとてつもない原作改編があったんですよね。まあ、それでいろんな賛否がね、出ていたわけなんですけども、そんなね、話題があって、あとのクールに原作改編やって、で、原作者さんと脚本家さんのこのぶつかりなんかも見れると思うと、これほんまタイムリーで、運良すぎるじゃないですか。もうみんな関心持ってるから、やっぱ売れる作品、推しの子はですね、運もしっかりと持ってるんだなぁと。個人的には思った次第ですよね。もう注目めちゃくちゃかっさらってきますから、いや、すごいなぁと、単純に思った次第でございました。まあ、ちなみになんですけど、まあ、今回ですね、原作者さんが稽古を見に来て、その場でもう全部変えたいみたいな言ったじゃないですか。あれおそらくなんですけど、まあ、一旦は飲み込んだんやと思うんですよね。その脚本家さんがですね、まあ、一旦原作者さんにこんな感じの脚本しますみたいな持っていて、その場ではですね、まあいいですみたいな言ったんでしょう。なんか引っ込み思案みたいな感じのね、原作者さんやったんで。言ったんでしょうけど、目の前でもう白熱した、その役者さんの演技を見て、いや、これほどの演技があるんやったら、自分の作品もっといいものにしたいと。そういう気持ちが芽生えて、まああの場でですね、脚本の変更を申し出たんじゃないかなと思いますし、やっぱ原作者さんからすると、自分の作品って子供みたいなね、もんやと思うんですよね。まあそれやっぱ変えられるっていうのは、まあどういうね、意図があれ、気に食わないんだろうなっていうのはね、やっぱ今回のその最後の全部っていう言葉から感じ取りましたので、まあ何回も言いますけども、この原作
作者さんの気持ちっていうところと、まあ、舞台を作っていく、制作人の気持ちっていうところのぶつかり合いで、それに挟まれる役者の葛藤とかね、まあ、どういう風にこう折り合いをつけてくれるのか、まあ、ものすごく楽しみだなと思ってる次第です。でちなみにこれ私の予想です。原作知りませんけれども、アニメ勢の予想なんですが、この第2期のもう終盤ですね、最終回または最終回1個前ぐらいやと思うんですけども、今回やってる東京ブレイドをですね、 A パートくらい丸々使ってもうガッ釣り舞台やるんじゃないかなって思ってます。なんでかっていうと、今回第1話の冒頭ですよね、なんか舞台が始まる前みたいなところが描かれていたと思うんですよね。であそこからまあ過去に戻りまして、稽古の様子ですよみたいな形になっていたと思うんですけど、あの冒頭のシーンで終盤繋がりまして、そのまま舞台始まるみたいながあるかと思います。ほんでちょっと舞台の様子やって、なんか見せ場のシーンだけやるんじゃなくて、わりかし舞台の様子を長めに流すんじゃないかなとは思っていて、そう思う理由としては監督が平巻監督だからっていうことですよね。で、動画公募かける平巻監督で言うと、私ほんまにパッと思い浮かぶのはワタテンなんですよ。私に天使が舞い降りたがパッと思い浮かぶんですけど、そのワタテンの、ね、最終回ですよ。もう A パートどころかもう3分の2ぐらい使ってミュージカルやったんですよね。もうガッチガチでガッチガチのミュージカルやったんですけども、まあ、あれ私の中ではね素晴らしかったなと思ってるんですが、まあ、そんな感じでもう東京ブレイドももうガッちがちに舞台をアニメに落とし込んでくれるんじゃないかなと思うんで、そこも私すごく期待したいなと思ってる次第でございますっていうところで、以上で推しの子第2期第1話の感想を終わりたいなと思います。今回はですね、舞台というところで演技って大事になってくると思うんですけど、もう声優陣の演技第1話からもう素晴らしかったんで、もう期待するところしかないなと思った次第でございました。ぜひ皆さんの感想もコメント欄で教えてください。チャンネル登録するかどうかお任せするんですけど、おそらくどっかにあると思うんで、あと1本ぐらい視聴していただけますと幸いです。ハッピーな君の届けだ。